マイクラ巨大メロ対決。初田千代千代です。こんにちは、えっちゃんです。そして、あ、こっちは実写なのね。あ、どうも、カズクラでございますでいいかな。こんにちは、カズクラでございます。松の、顔出しですね。はい、そうです、顔出しでございますよ。はい、ということで、もう画面の方見てわかる通り、はい、後ろにスタートと書いてあります。はい。ここが巨大迷路のスタートとなります。そして今回、この巨大迷路はですね、ウームの中地さんが作っていただきました、はい、ありがとう。実はもうそこにいます、はい、ありがとうございます。はい、彼女はいいもん作るからね。あ、もういいもん作るからね。もうこれもう2時間ぐらい作ったらしいです、はい、どんな意地悪が隠されてるかちょっとね、はい、楽しみなとこでございます。ちなみにユーフェスの迷路も中地さん作った。おう、なんか喋るかと思ったちょっと中地が、はい、いい距離にいるでということで、ちょっと中地さんからまあ、迷路の説明をしていただきたいと思います。じゃあ。いいですか、私が。え、はい、そういう振り方ある。そういう感じで。はい、どうも、中地です。はい、はい、今回ですね、私が、血と肉を削りながら作った。はい、マイクラの迷路なんですけど、まあ、全部でですね、コースが、3つ。3つ。はい、ございますので、はい、皆さんそこに向けて、まあ、ホールが一番最後にあるので、はい、はい、3人ともちょっと頑張って。はい、頂点までゴールまで目指していただきたいと思います。ありがとうございます、はい、で、一応ゴールした人がまあ優勝っていう形になるんですが、そうですね、はい、はい、で、最後になった人がですね、一体罰ゲームがございます。はい、楽しみだな。はい、こちらでございます。こちらね、ボンボンの部屋ではおなじみの苦いお茶でございます。あ、もうまんまで罰ゲーム茶って書いてある。そうなんですよ。そのまんま、そのまんまです、そのまんまでございます。はい、はい、こちらはね、負けたチーム、はい、カズさんかヨッチとエッチャンのどっちかね、チームボンボンチーム対カズ中地チーム。カズ中地チーム、中地さんも入ってない。頑張ります。頑張ります。頑張ります。そう、じゃあ負けた中地さんもどう思ってる。そう、そうです、そうです。だから負けませんので、こっちマイクラプロ集団で。そうですね、ちゃんと知ってますよ、マイクラプロ集団。ちょっとここに初心者がいるので、ちょっとお手柔らかに。ちゃんとしてくれ、頼むよ、頼むよ、本当に。はい、それでは、まずはじめに私とヨッチはこの端末をですね、交代に、ちょっと私がギブアップになる可能性があるので、うん、交代してやっていきたいと思います。これどこ入ってもいいんだね、左とか右とか。じゃあ、それじゃあ、ちょっと中地さんの、ね、用意スタートでいきましょう。はい、多分ね、真ん中簡単だと思うんだよ。じゃあ私はここにしようかな。本当にいいのか。あ、ちょ、中地さんの顔色を伺って、ちょっと真ん中にしようかな。あ、左、あれはちょっと嫌だ。はい、あっちなんか石の疎通ができないよ、ね、あまり、ちぐはぐな感じがありますね。先にゴールついた方の感じですかね。はい、はい、じゃあ私は左にします。はい、カズさんは真ん中で。真ん中でいきます。はい、じゃあ、中地さんにコールをお願いいたします。はい、じゃあいきますよ。はい、よーい、スタート。いやー、さあ、行くぜ行くぜ。そうだそうだ、行くぜ行くぜ。おい、レンガを押して、あ、開けて、これすごい前に進む。やべえ、これ見えたらまずいのか。なんかなんか、大丈夫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 。あ、はいはい、あれ、あ、いたいた、オッケー、いけ、大丈夫、帰って帰って、行くぜ行くぜ。右だ右だ、こうね、こうね、こうね、はいはい。おお、なんか結構難しい。結構簡単にいけちゃうな、これ。え、わ、その画面、わ、なんだその画面。あ、そう、やべやべ、ちょっと待って待って、俺何になってるの、何になってる、これ。なんでなんで、壁に入っちゃいました。ちょっと待って待って待って、ちょっと画面的に良い、視聴者が酔いやすいで、こっちの画面にしよう。よし、これでいこう。え、じゃあ、それじゃあ酔っちゃう酔っちゃう、視聴者が酔っちゃう。え、これどうしよう。ちょっと上を見そう。見ようか。上を見ようか。このカズクラはね、それは視聴者のことも考えてちゃんと動くんだよ。視聴者が酔いにくいように。なるほど。もう今みんな。うわ、もうすでに迷ってる、こっち。ボンボンチ。あ、もうこっちはスタート地点。あ、違う。あ、次第1ポイントに行きますね、まずは。なるほど。第3あるんですよね、これ。あ、ここになんか仕掛けがありますよ。チェス何も入ってない。何も入ってない。謎のチェス。横に行って船に乗ってほしい。あ、なるほどなるほど。エッちゃんも。え、ちょっと結構進んで。いや、大丈夫、そこで。来たのか。信じるんだ。そろそろ自分信じろ。右だ。ほな、ちょっとこれ、あ、これ左だ。初ボートだな。おお。来た来た。そこで入り口に行くんだ。エツコ早く行け。早く入るね、エツコ。あ、なんか乗っちゃったよ。おお。あら。はい。え、エツコボートに乗るんだ。はい。僕のボートは？乗るが出るだろ。乗るをタップだ。待って、あら。
あの子のボートがあるじゃないか。はい、じゃあちょっと交代で交代で任せる。頑張ってくれ。なんだ、ボートを、なんか来た、なんか来た。ボートをくれ。あ、やめろ、やめろ。ちょっと待って、あ、ボートがなくなった。頑張ってボートがなくなった。ガスさんが壊しちゃった。あれ、これボートってどうやって乗るの？これボートがないから泳いでって言ってた。泳いで行く感じかな。いいですか、長谷さん。いいですよ、何でもありですよ。あ、じゃあ何でもありなんで、はい、泳いで泳いで。こっちはちゃんとボート乗っていく、はい、赤と黄色のこれどうやって乗るの？上がるってある。はい、そうあ、バイバーイ。どう左右あるので、ね、よ あ、じゃあ母さん、ここまでじゃあ二人で行きましょう。黄色ですか、黄色だったんですか。ここはフェアに行く。母さん、もう大丈夫ですよ、それ。乗るもうボート乗ってないんで。これどうやって難しいな、これ。あ、こうですね、こう順番に。あ、まあ、マジ。はい、難しい。あ、もうごめん。歩いていくわ。ちょっと待ってろ。あ、来た。乗ってるように見える、こっち。乗ってるように見える。よし、じゃあ。このボートがすごい邪魔をしてるんだけど。乗ってるんだ。よし、来たぞ。さあ、行きましょう。カズさん、ちょっと待って。宙に浮いて、あれ、ちょっと待って、どうも、私はボートです。ちょっと待って、ボート乗っちゃってるんですよ。ちょっとバグがちょっと。なんだと？僕の画面もみんな視聴者、あの、ボートしか見えてないって。こっちの画面だと今、カズさんボートで浮いているっていう。じゃあ、私の画面はね、じゃあ僕ら青から。逆に乗った方がいいのかな、これ。ずっと乗ってた方が。じゃあ、ボンボンチームはちょっと青から行ってみましょう。ボートの字ばっかり。なんか今見えた。なんかいたよ。ボートの字ばっかり現れられない。なんかいたな。右になんかいたわ。なんかいるわ。ちょ、なんかいるわ。